こんにちは、アシュです。本日はですね、ジンオーガをキャプチャー狙っていきたいなと思います。アシュ襲来の方にしようかな。ということでやっていきましょう。これ、相手最後闇吸収してくるじゃないですか。なんだけど、これ100倍出しても、アマテラス、最後の副属性が闇なんで、絶対に倒さないんだよね。なんで、かなりうまいこと火力調整ができると思うんですよ。なんで、これだと、普通にキャプチャーできるんじゃないかな。ってことで、まずは、どうしよう。アポカリ使わなくていいかな、初手。いい感じの盤面だな。これで、緑待って、落ち込む！よしよしよし！あれ、これ倒せないか？いいね、クロスドロップ出たんで、ここでアポカリ使おう。ここは盤面最大組みたいところなんだよね。いいんじゃない？ 1,2,3,4,5,6 落ち込み1個よし、いいね。アポカリがね、一体アマテラスにしてるからシステムにならないんですよね。まあ、だけど結構簡単にいけるかな。お、いいね。お、初ドロップかな？違った。これ瞬間落ちると思うんだけど、まだ一回も落ちてないんですよね。ここもアポカリ使っちゃおうか。いいね。まあ、この盤面なら基本的に組めるから、大丈夫な気がする。うわぁ、でも光多いな。これどうやって分割しよう。こうか。1,2,3,4,5,6,7,8,9。どうだろう？ 9 コンボで倒せるかな？クロスドロップ消せてないね。お！オッケーオッケーオッケー。今倒してなかったらキャプチャーしたいなと思ったけど。来たー！ボス！なんで、ここで100倍出しても絶対倒すことはないんで、どうしようかな。盤面はそんな悪くない。アポカリ使わないでいくか。アポカリなしでいきましょう。結構いい盤面なんじゃないかな。一応盤面最大。よし、いいね、100倍。こういう吸収あるとね、意外とキャプチャーしやすくていいかもしれないな。火力調整が完璧だ。これで、多分100倍出せばキャプチャーいけるんじゃないかな。オッケー、光も多め。で、どうやって組もう。斜め入るかな？オッケー。あー、これ闇組みたい。うわー、光ずれちゃった。いやー、これちょっとミスったな、もったいない。いやー、だいぶミスっちゃった。あ、ただいい、9コンボでかなりいい感じ。オッケーオッケーオッケー。今のであれなら普通に10コンボしてたら余裕だったな。よし。いいね。キャプチャーは割と簡単ですね。で、ソウルアーマー見て終わろうか。結構強めであってほしいんだけど、どんなリーダースキルなんだろう。作るで。いたいたいた。光属性の攻撃力が12倍。ドラゴンタイプの HP と回復力が2倍。いいんじゃないかな。割とこれ進化とかあるかな。おお、いかついね。うわ、すげえ、かなりいかついソウルアーマーだな。進化はあるのか。進化なしか。でもこれアポカリのソウルアーマーより強いんじゃないかな。これか。これアポカリのソウルアーマーなんですよ。ドラゴンタイプの HP と回復力は 2.5 倍。攻撃力は9倍。で、これが HP と回復力が2倍。なんかアポカリよりこっちの方が良さそうだね。たまに、本当にたまにだけど使うんだよね、アポカリのソウルアーマー。なんだけど今度からこっちにしようかな。こっちの方が倍率高いから、いいんじゃないかな。ちょっとクロスオンしてみるか。ソウルアーマーして。
おお、いかついな、ほんとに。すげえ。なんか、モンハンのさ、リオレースとかも確かこんなお面かぶってたよね。はい、ということで、じゃあ、今回はこれで終わろうかな。ということで、次回ね、この、リオレウスじゃなくて、ジンオーガのソウルアーマー使って、どっかのダンジョン行ってみようかなと思います。ということで、今回はこれで終わります。バイバーイ。